様が魔王リムルか。わざわざ俺たちを出迎えてくれるとはな。魔王とで無視できぬのは当然でしょう。<laughs> いやいや、手厳しいね、勇者のご一行は。なら屋敷も用意するから、好きなだけいてくれて構わない。<laughs> やはり魔王様は正行さんを恐れているようだぜ。うん、邪悪打つべしです。<laughs> イたち、リムルさんは本当に僕たちとの友好を求めているんだぜ。 その証拠に君たちはまだ生きているじゃないかその説明では正行君が成人ひなたよりも弱いと聞こえますけどなめないでもらいたい魔王ごとき正行様の敵ではない正行さんをバカにするのは許さんぜひなたがどれだけ強いのか知らんがそこの魔王と引き分けた程度の腕ってことだならばよ次は真打の登場だろうよ落ち着けって 何度も言うけど、リムルさんは僕たちと敵対していない。分かった。それじゃあ、提案がある。明日からのお祭りで、舞踏大会を開催する予定なんだ。それに出場して、見事優勝できたなら、君たちからの挑戦を受けようじゃないか。ほ公衆の面前で恥をかきたいってかその提案を受けるべき、マサキ様の名を一気に広めるためにも、守るべき民地さんの前で、正義を示すにしましょう あ、うん、そうだね。あ、仕方ない。その提案を受けますよ。おいおい、まさゆきくん、大丈夫なのかいうん。いつも通りなんとかなると思います。まあ、大会での試合なら殺し合いにはならないか。せいぜい気をつけるんだぜ。<laughs> 誰に向かって言ってあげる行きましょうや、まさゆきさん。明日に備えて、今日はせいぜいゆっくりしましょうぜ。 魔王もこれだけの目がある中で、卑怯な真似はしないと思いますしね。大丈夫。どこや暗殺に対しては、私が警戒を怠らないから。そ、それじゃあ行こうか。明日の試合の時間を調べないとね。<お>面倒なことになりましたね。ま、なるようになるさ。逆にさ、我が国の武道大会に勇者が参加してくれて、箔がついたと前向きに考えるとするよ。 そんな成り行きで、勇者の取り入り参加が決まったのだった。